皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さあ今現在ですね、こちらのウェイステーションにおります。でここで、あれどこ行ったかな、いたんだよな。あれおかしいな、誰かいたんだよな。あ、いた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 、これがいたんですよ。シルバージェードさんがいたわけですよ。聞こえたか。なんだって、人が多すぎる。この場所自分の声すらよく聞こえない。人だかりが嫌いなやつ多い。だが私はとても好きだ。ハイブを出てから孤独な気持ちを忘れることができなくてね。こういう場所だと気が紛れるんだ。想像できるよ。厳しいだろうな。毎日同じところで寝て食べるって、同じ空気ってると。それが習慣になるんだ。仲間から離れると何とも虚しい気分になる。自分は毎日の自由を貴重に思っている。習慣ではなくてね。それをやめるのは惜しい。草。長々と話してしまったな。すまんな旅人。今日はどうやら思いにふけてしまったようだ。問題ない。それで元ハイブ人がなんでこんなところへ。カジノで借金を作ってしまってね。ビッグボスのやつが今週末までに金を払わないと足をへし折るなんていうもんでね。そこでここに来たってわけだ。借金を返すために魂を売るってわけさ。足は好きなんでね。ビッグボスか。その借金ってのはいくらだ。3000キャットだ。代わりに払ってやろう。本当か。そいつはいい。あんたの役に立つことを証明するよ。あいたー。人材確保。ありがとう。おっと、待って。違う。ネバーマインド。とりあえずね、我々には護衛が必要だと思うんだ。お金あるんだから。努力しよう。で、いらないものを売っちゃいましょう。これいらないでしょ。下駄もいらねえかな。頭、いらねえかな。もういらないでしょ。ゲットできるよ、きっと。で、ちょっと本だけもらっとこうか。あと他何を買い集めたらいいかがちょっと今のところわからないから、とりあえずまずは本だけね。いずれなめしがとか絶対必要になると思うんだよね。で、あれは治療キットあんだっけ？スケルトン用の治療キット、ああ、4つあるね。じゃあ大丈夫だな。この状態で、じゃあシルバージェイドさんに、まずサットニールさんのこれ、刀クラス渡しちゃおうか、パープル。で、重武器クラスのライトセーバーをサットニールさんに渡す。で、スケルトンのこれ渡そう。で、それ以外は装備できないから、確か。できないでしょ？鎧ないもんね。とりあえずこの状態にして、で、このテックハンター雇いましょうよ。ボディーガードを探している。2000キャットでよろしく頼むよ。よーし、味方ができた。よし、これでボディーガードがいるってことは戦えるぞ、我々は。どうだ、どれぐらい来た。ああ、素晴らしい。見てください。90、45、86、72、40、48、88。見てくださいよ。これだけでは勝てんだろう。狩るぞ。我々はこいつらと共に、このボディーガードと共に戦って成長すると。噛まないね。めっちゃ遅くね。重いのか。鎧とか何やらが。こればっかりはちょっとね、筋力鍛えてもらうしかないですね。さて、キャットロンか。倒しに行くぞ今回は。さて、手頃な敵。あんなとこ行ったら終わるからね。うろついてるあんなとこ行っちゃうとね、大変なことになっちゃいますので。あそこもいるね。あり地獄なごとく。まずね、物を売りたいわけよね。物を売るには奪うしかないと。そうするとやっぱり相手にするのは人間だよね。で、反乱のオフじゃ金稼ぎにならない。ちょっともうちょっとね、そうだね。どうだったっけ。ここぐらいのレベルのが欲しいですよね。
構の、ダスト盗賊ぐらいのね、ちょっと、奴らが欲しいんですけれどね。どうしたどうした？誰が話してるんだ？正直ワンちゃん倒してもお金にならないんですよ、今回。あのカマドーマみたいなもんね、ダメだからな。あれは地雷だよ、全部。ちょっと待って。やばいことになったね。危ない。うら、いけ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 
我々の力。あ、いた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 。ジェローム。ジェローム致命傷。早い。ジェロームの致命傷具合が半端ない。はい。修理して。修理じゃねえ。ああ、いいね。ありがとう。OK だ。絶対 OK じゃないね。これいずれ飛ぶよな。ジェローム。飛ぶよね。もう、怪我しちゃってもなって、腕。よし、急ごう。犬の近くダメだな。ああ、右に、なんかうろついてる。危ねえな、あれ。何？大移動してるじゃない。やべえな。どう行こう？ここにもいるしね。人間相手にしないんだよ、人間。手頃な人間がいねえんだよな。ああ、大規模戦闘が起こってるわ。あれ、人間 VS 草の海賊か。29、それでも強いんだよな。ああ、でもこれ。多分あれ壊滅するだろうな、あいつらな。うん。あ、でも意外と、数多くねえか、あいつら。数多いな。何、向こうにいんのも、あれ、草の海賊？草の海賊だな、全部。ブラッドレーダーいる。あれ？これいけんじゃない？ちょっと待って。どうした？あれ？いるじゃない？おっと。待て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 。めんどくさいことになった。あららららら、犬もいる。やだなぁ。ちょっと待って、ジェイド。装備奪え。ああ、いいね。これもらっとこうか。ああ、503で売れるじゃん。売り物になるね、売り物。いいね。いけ、ちょっとずつ、一人ずつ。あ、でね。弱い人、弱い人はね、ジェローム。あいつだ。よし。よし。いけ。あ、ちょっとやばいんじゃない？ちょっと数多くねえか？大丈夫かな？だって一人一人が強いんで、ちょっと。やばいね。あれ、うちの味方どこ行ったって感じだよね。こっちの方行っちゃってんじゃない？これはまずい。これはまずいぞ。こいつら起き上がんないのにしょうがないとやばいな。大変なことになるぞ。あー、どう戦おう。味方のもとに駆け寄ろう。やばい。いけ。いて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 。おお、やばいね。やばいね。早く倒せ。トルパ、トルパこっち。いけ、よし。ああ、やばい。あ、いいの持ってたんだね。ズボンに変えとくか。バンテージつけられないからな。よし。ポトリエ。撃て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 。倒せ。我々がちょっとでも強くなるにはこれしかない。ジェイドさんもう腕やばいけど大丈夫？おっと、味方来た。よし。おい、行け。大丈夫だ。生きてればなんとかなる。よしよし、味方来た。味方来てるよ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。おー、いいね。よしよし。
こうしてちょっとずつね、我々は強くならないといけない。やべ、もう腕が使い物にならなくなった。バックパッカーよ。347か、あんまし、武器の方が売れるかな。あ、待って、これ売れるじゃん。こんな、あーっと待てよ。でも、仲間増やしたときにな、やっぱ欲しいよな、出したことは。よーし。1700。お金稼ぎにはちょうどいいんだけどな。ジェロームもう腕がやばいんだよね。腕負傷しちゃってるもんね。さあ倒して、よ。しょうがねえな。修理じゃない。かまらないね。その倒れてるやつ。ちょっと稼げ。ジェイドも稼げ。よし。これゴミだな。よし。おっと、どこ向かってる？大丈夫か？里にいる。1500で売れるじゃないか。素晴らしい。あと、アスターコートの普通陶器はもらっとこうか。よし。とりあえずなんとかなったな。やばいね。もうボロボロよ、うち。よしよしよし。さあ。治療して。もう休憩しないでやばいかもね。連続戦闘はちょっときついかもしれない。いいとは言えない状態だ。よしよしよし、いいよ。治療スキルも上げとこうね。スケルトン修理キットがない。持ってますよ。これ預けちゃって。よし。どうよ。不自由な腕じゃともう戦えねえな、一人。てかあれだね、サトニルさん自身がさ、ちゃんと自分のあれは管理していただかないと困っちゃうよね。よし。あのワンちゃんたちと戦うのはちょっといささか厳しいから、メディカルベッド、あれアドバンスだっけ、持ってんな。あと2つアドバンスだっけ。よし、寝ましょう。エンジニア、おっと起き上がってきたぞ。カマライネンとサットニール、シルバージート、3人で行け。なんだ、意識不明で寝やがったよ。家でも寝た方がいいな。他やばそうなのは、うん、ジェロームこっちだね。よし、いいね。とりあえずこの状態でちょっとだけ回復を待って起きゃ、あのワン、ちょっと待って、あれやられてねえか、やばいんじゃないのこれ。これ大変なことになってるね。ちょっと待って、これまずいかもしんない、やばいかもしんない。うん、これは急ぎ撤退する必要がある。離れろ。あらね、ワンちゃんたち、えげつないね、ちょっとね。これはダメだ、あれ。安全なとこはないのか。ああ、そこも小競り合いがついてる。やられたな。やべえな、リーダーについて、このままだと、接敵する。やばい。どこもやばい。大変だな。どっかに身を寄せないとやばいかもしんない。ダメだな、もうちょっと護衛の数が少なすぎた。あ、これ来てんじゃない、これ。ああ、来てる。やばい。
倒せ、会いたい。お、味方が来た。よし、動かないようにしとこう。よし、危ねか、これやべえな。どうするこれ。やはりウェイステーション帰るか。あの上の方はね、全部敵しかいないんだよね。あ、でもトレーダーズギルドは大丈夫なんだっけ。草の海賊、はい、ビークシングね、はいはい。都市連合ダメでしょ。傭兵とか大丈夫、鉄管だ大丈夫、奴隷商も多分大丈夫だよね。そう考えると奴隷商、いやでもあそこ、こっから近い奴隷商ってここら辺だっけ。これたどり着ける、これ無理な気がすんだよな。かまどお前いるしさ、ちょ戻ろう。戻りたいけど、あの犬たちどうにかしないとやべえな。やべえな、囲まれてんな。おい、大変だ。おお、待て。そういうのよくないんじゃない？あかんな、これ。やばいかもしんない。逃げれないかもしんない。これ逃げれないわ。ああ、そういうこと。そういう感じになっちゃう。もうやるしかない。お前ら頑張れ。やばい。死ぬ。ジェローム死ぬ。いやー、きついきついきつい。よし。ほい。なんとか頑張って。はい、ジェローム倒れてる。頑張って。ドースビード。力を見せろ。お前が一番強いんだ。よし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 。オッケーオッケーオッケー。はい。ほい。どうせ、やばい。ああ、今いいダメージもらった。よし。いやー、きついね。とりあえず、みんなをどうにかしないと。ああ、大丈夫かな。はぐれた犬とかいっぱいいるからな。こうなっちゃうんですよ。ね。いる場所よくないね、これ。巣の間だもん。戻りたいけどさ、ボロボロなんですよね。トルパ回復持ってね。ポートリアが回復薬持ってなかった？よし。あー、もう大変なことになってる。どうすっかな。とりあえずもう寝たいとこだけど寝れないでしょ。あ、でも意外と頑張ってる。いやー、やべえわ。戻れっかな。ちょっとここら辺で寝てれば大丈夫？いるよね。こうなっちゃうわけよね。死にかけポンド、ああ、でも意外とあそこら辺なんかすげえもう全滅してるね。逆にここら辺でベッド作ればなんとかなるかな。ちょっとベッド作るか。ポートリエ、よし。ベッドでちょっとある程度回復してからねと戻れないからね。ほい。セーブしといて。よし。さあ。ほい。大丈夫かな？ああ、あれそうじゃない？コンドック。やばいね。よし。ちょっと回復するの待とうか。あそこ行ったらやばいしね。ほら、左腕食べられちゃってるし。とりあえずここら辺気づかれないようにしてほしいところですね。いい位置にいるけれど、でもその手足で遊んでる、遊びたがっている人たちがさ、君がこういう風な奇跡で来ちゃうとさ、あ、もて遊ばれちゃうんだよね、私たちの手とかがね。
よくないんじゃないの、それ。やばいかもな。やばいかもしれない。やべえな、あいら。おお、来るんじゃないよ。危ない危ない危ない。ちょっと待ちなさいって。寝とこ寝とこ。あと、ね、回復しないとやばいのは。危ねえ。なんとかなったな。ちょっとここら辺の人たち。お水。よし。意味があるのかわからないが。ダースベイダーがお水してますよ。動いてますよ、ほら。なんでしょうね、これ。ユニット組む気ですかね。とりあえず、これである程度回復してくれないと、移動がね、ちょっと厳しいんで。昏睡状態か。ジェイドさんも両腕やられてっからな。ああ、強い。人狩りだ。狩られちゃうかもしんないね。よし。とりあえず、この状態で。お、やばいんじゃない？カマドーマがいる。カマドーマ。カマドーマに見つかった。ちょ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 、隠密といて。我々には生きる道を。こいつを倒すしかない。倒せ倒せ。カマドーマ、痛い。あ、大丈夫だ。順位だ。ダースベイダーが引き受けろ。よし。危ねえ。何も大した持ってねえんだよな、こいつな。お、ジェローも来たね。ちょっと交代しよう。いやー、やばいね。という感じでね、とりあえずね、外はやばいということが分かりましたので、ちょっとね、今回はここまでにして、次回までにですね、どうしようかな。街行くにしても、ねえ、厳しいんですよね。街に、ウェイステーション。どうにか砂忍者鬼とかと戦いたいんだけどね。こっちか。ここ行きたいけどね。場合によってはちょっとウェイステーションから、もうちょっとテックのハンターさんやら、傭兵をちょっと引き連れてね、行かないとね。ちょっとこの動物の数が半端ないですね、これ。こんなの飲み込まれちゃいますよ。一匹一匹そうじゃなくてもね、特攻していきますからね、こいつらは。ということでね、ちょっと次回は、またちょっとウェイステーションから始めて、もうちょっとね、人数を増員して、まずは、こっちの右側に確か、眼光っていう名前かわかんなかったけど、そんな名前の、奴隷ショップじゃないけど、奴隷商のね、基地があったと思いますので、そっちを先に目指しましょうか。多分この辺にあったよね。で、そこでもしかしたらヘッドショットさんとかね、そういった方々がいるかもしれないので、まあそれでちょっとずつ仲間を増やしてね、今回の戦闘でダース・ベイダーさん1上がりましたしね、他の子たちもどうでしょうね。ちょっとずつ上がってくれたんでしょうかね。あ、13になってる、ほら。10だったのが13になってます。ちょっとずつ強くなってくれれば、いずれ、テックハンターとかのね、傭兵に頼らず、戦っていけるかなと思いますのでね、ちょっとまた次回は、ウェイステーションから始めたいなと思います。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。